せいたしました。本日は遊覧船ご乗船いただきまして誠にありがとうございます。本日多少波ございましてね、東尋坊からではなくサンセットビーチのね船着き場から運航させていただいております。お客様にはね大変ご迷惑をおかけしております。東尋坊の方に着くまでですね、緊急時についてのご案内をさせていただきます。救命胴衣はお客様の座席の下にございます。着の際はねよろしくお願いいたします。船内マスク着用となっておりますのでね、ご検討でよろしくお願いいたします。気分がね悪くなられましたらお早めにお知らせください。座席の鉄のところに黒いエチケット袋がございますのでね、その方はお使いください。おかわり自由となっております。いっぱいございます。はい、それではね、東尋坊の方に着きましてからご案内をさせていただきますのでね、しばらくお待ちください。あるな。こんな日もすごいよね、めったないよね。はい、お写真を撮りなとき窓開けて大丈夫ですのでね、開けてお写真どうぞ景色をご覧ください。右の奥の方にね、大きな入り江がございます。
ます。波のナイティングはね、こちらから運行させていただいております。東尋坊のね、船着き場でございます。階段の段がね、いっぱいついてる下の方でございます。東尋坊の船着き場です。まもなく見えてきます。あ、それ？はい、ここです。あ、これが？へー、はい、これか。はい、こんな狭いとこから。ジェットコースターに乗っていきまして楽しんでください。
近くに越前松島水族館ございます。水族館に行かれる方は遊覧船でのセット券がね非常にお得でございます。切符売り場にチケットのね半券を見せていただければお買い求めいただけます。水族館では買いませんのでねお待ちください。船の右手の方先の尖った黒い岩、これがタケノコ岩、はい、船の右前方の方お隣石川県笠の岬見えております。この辺りはね福井県の北の端にございます。タケノコ岩です。僕の手の先これがタケノコ岩。右手の方に行きますとね北陸3県続いております。福井県石川県富山県じゃーんけーでございます。前方には北朝鮮見えません。800キロほどね離れております。はい、ゆっくりと移動しております。それではね景色左へと変わります。相手の席にぜひ移動して左の景色ご覧ください。手すりにねお捕まりいただきましてぜひどうぞ。はい、島をご覧ください。雄大な島と書きましてねお島と申します。周囲が約2キロ海抜42メートル。無人島でね人は住んでおりません。島の中央に見えます白い灯台は牛島灯台、高達が15回、距離なしますと気合30キロほどね光が届きます。白い灯台の右横に小屋がございますか、うん、この小屋何の小屋か分かりますか。これはね僕の家です。なるほど、なんちってね冗談です。無人島なのでもねこれただの小屋ではございません。密入国者をね監視する小屋となっております。昭和40年から50年にかけ日本海側に密入国者がね大変多かった時に使われていた小屋でございます。島の真ん中あたりまでのむき出しの岩ご覧ください。南に45度に傾き沖合から押し寄せる荒波に似ているところから波形岩と呼ばれております。学名は安山岩の盤上設立です。盤上の盤は板という字を書きましてね薄板を何枚も重ね合わせた形状となっております。この辺りから見ますとね南に傾いているのがよくご覧いただけると思います。この波形岩全国的にもね非常に珍しいものなので、ね、よくご覧になっていってください。波形岩でございます。波のない時はそこまで歩いていけるんですか。はい、その波形岩ってどこですか。行けますけど結構急ですよ、はい、お島の後ろ側は斜めになった波形岩、前の方はね絶壁となっております。それでは絶壁をご覧ください。東尋坊の岩石は柱を立てたような形状、こちらは柱を吊るしたようになっております。東尋坊とね上下逆になっているところから逆さ岩と呼ばれております。この島はね釣り人にも人気のある島でございます。週末採集するようになりますとねたくさんの釣り人が訪れております。釣れそうで釣れません腕次第でございます。何です、チームグレ何釣ってるか僕は分からないですけどね、はい、おい、振った、はい、よくあのとこ釣ってるよ。左少し前方岩石が白っぽいところをご覧ください。はい、あの白っぽいところ下から見ますと大きな蜂の巣に似ているところから蜂の巣岩と呼ばれております。僕の手の先これ蜂の巣岩です。白っぽいところの部分はね石灰成分が出たものです。その蜂の巣岩の真上あたり赤い鳥居見えてまいります。重要文化財大港神社ございます。海の神様船の神様お祭りされております。船の上からでもお参りすることができますのでね、よろしければこの機会にお参りしてみてください。お島は神の島とも呼ばれております。人がいる。赤い鳥の奥の方にね、大港神社本殿がございます。いる？こっち見ない。こっち見ないよ。あ、見た見た。すごい。見えるな。見えるよ。ねえ。左手、赤い橋、お島橋。全長224メートル。
この足車でね取ることはできません。橋の手前に無料駐車場ございます。もしよろしければ歩いて渡ってみてください。おしまには一周する遊歩道もございます。おしま橋でございます。それでは船スピードを見ますのでね、窓は閉めたままでお願いいたします。開けるところになりましたらまたご案内させていただきます。それではね、東尋坊の方へと向かいます。それではまた温泉案内お聞きください。
上から見る場合はね、お気をつけください。それでは船ちょっとだけ止まります。それでは絶壁の上の方をご覧ください。火曜サスペンス劇場ではじゃん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 となじみの犯人が追い込まれる場所でございます。冬場にもなりますと日本海の波5、6メートルの高さになります。その波が大きな絶壁を駆け上がり上のお店までしぶき飛ぶことございます。崖の高さ23メートルございます。東尋坊でも代表的な場所、東尋坊の地名の由来となった東尋坊が突き落とされた崖、大池でございます。それではお客様、写真の方はね、桶牧場でご覧でしょうかね。はい、はい、それでは東尋坊南の方へとね進んでまいります。そうです、そこから、はい、坊さんが、はい、坊さんが落としちゃってる。なるほど。はい、船の左少し前方奥の方、これが軍艦です。僕の手の先、軍艦が船の左少し前方、手前直角三角形になっているような、これが第4位は、第4の後ろ姿によく似ております。第4の後ろ姿でございます。第4位のね、真後ろを通りますとき、よくご覧になってください。左手、目の前、筒の岩です。両耳、縦髪、背筋が通り、腰のくぐれ声がね、よく似ております。それではライオン岩の真後ろを通ります。このライオン岩は船からしかご覧になることできません。丘から見てもただの岩にしか見えません。ライオン岩の真後ろを通っております。この辺りから見ますとね、前足伸ばして丘の方を見て座っているようにも見えます。どうでしょう、ライオンに見えたでしょうか。ありがとうございます。このライオン見えただけでも250円の価値あります。ライオン岩です。左手、小高い岩がございます。その奥の方にね、千畳敷って場所がございます。非常に足場の良いところでございます。足場が良いので撮影にもよく使われております。火曜サスペンス劇場では死体の上がり場所でございます。数々の芸能人がね上がっております。映画釣りバカ西もここで撮影されたことございます。はい、お客様の左の奥の方です。千畳敷ご覧ください。松橋の上、東尋坊タワーご覧ください。タワーの下あたり、単独で立っている一人岩です。僕の手の先、これがロウソク岩。丸くなっているところがロウソクのね、芯に見立てております。水平線に夕日が沈む頃、他の方から見るとロウソクに火を灯しているのにね、見えると言われております。まもなくね、お客様の左岡です。皆さんが丸くなっているのは、これがロウソク岩です。左側、大小6つの少し薄っぺらい感じの岩が並んでおります。屏風を立てかけたように見えますところから、6枚の屏風に例えまして6枚屏風岩です。郷土の民謡、三国主の一節、岩が屏風か、屏風が岩か、天の口笛、当時当時でございます。この辺りはね、天さんが漁す場所でもございます。4月から6月、わかめのシーズン、そしてアワビ、風、夏場には海、この辺りは越前海の本場でございます。先ほど通ってまいりました当時坊始まりの岩、松ヶ下から大体この辺りまでを名称、当時坊と言います。それでは船スピード上げますので、ね、一旦ちょっと窓を閉めください。はい、それではね、東尋坊といたしまして、サンセットビーチ船着き場へと、ね、戻ってまいります。船着きまではね、4、5分ほど。Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happening.